まるでワンオフのカスタムカーのようなエアロパーツで武装したこのカマロには、実は興味深い歴史が秘められている。1987年頃、このカマロは様々なテストに提供された実験車の一台だった。その後 GM デザインスタジオに運び込まれ、今度はカラーサンプルテスト用として第二の人生を歩むことになった。ところがこの車にある人物が注目したことで、その未来は大きく変わる。その人物の名はチャック・ジョーダン。彼は GM デザインスタジオで主力のデザイン部門を率いていた主任デザイナー兼副社長だった。ジョーダンはこのカマロに当時最も注目されていたスポーツカーフェラーリ F40 の空力テクノロジーを注ぎ込み、カマロの基本デザインと融合を図ったプロトタイプの製作に着手。その結果完成したのがご覧のカマロだったのである。 F40 流のラウンドリアスポイラーとフェンダースポイラー、さらにはサイドスポイラーや専用設計のホイールなどを与えられたスペシャルカマロは、最初は単なる試作車だったが、後にメカニカルコンポーネンツを一新、内装もイタリア製の高級本革を使って製作し直された。こうしてこのカマロはジョーダン自身のプライベートカー兼 GM デザインスタジオの代表作として各方面にプレゼンテーションされることとなったのである。デザインスタディという役割を終えた試作車はその多くが廃棄されてしまう。しかしこのカマロは現在も GM カスタムオートモーティブセンターで大切に保存されている。